案の進行役の新井みなみです。どうぞよろしく。この名前でいいですか？はい、登録完了です。それじゃ頑張ってね。誇り高きミニ四レーサー諸君、世界最速の座をかけて我がスクールが主催するレース大会に招待しよう。腕に自信のある者はぜひ参加してくれたまえ。さらなるミニ四駆発展のため諸君らの健闘を期待しているよ。
大会だって聞いたからわざわざ来てやってるんだ。オフィシャルは誰もいねえわ、レーサーはてめえみてえな見たこともねえ雑魚しかいねえな。とんだ無駄足だったみてえだな。オフィシャルが誰もいないのは来た人間の誰もが思ってる。お前が僕を見たことないのも言ってた。だが。だが、なんだ。僕を雑魚だと思っているのは大間違いだな。雑魚に雑魚と言って何が違うんだ。僕とお前は初めてここで出会った。だから少なくともお前はガンブラスターの力を知らない。実力のわからない相手にそういう口を聞くのはあまり利口じゃない。俺のマシンはお前より速いとでも言いたいのか。僕はお前ほど失礼なやつじゃないからな。思っていても口にしないぞ。いいとこ。てめえの方こそ自分のレベルをわきまえずに下手なことで俺を怒らせない方がいいぜ。お前グランプリレーサーか。それがどうした。そうか、グランプリレーサーといってもビクトリーズみたいなのもいれば、お前のようにレーサーへの礼儀も知らない三流もいるんだな。礼儀が良くて早くなりゃ誰も苦労はしねえよ。それに俺が三流ならお前は一体何流だ。さあな、知りたかったらレースで確かめろよ。雑魚が調子に乗りすぎだぜ。そういうセリフはレースが終わってから言え。特別サービスだ。全力で相手してやる。ついてこれたら褒めてやるよ。最初の獲物はてめえだ。覚悟しな。それが全力か？笑わせんなよ。バカな。バカはてめえだ。どうやら口の利き方を知らねえのはお前の方だったみたいだな。くそ。自分のレベルもわからねえ負け犬はさっさと消えな。これからはもう少し相手を見てから物を言った方がいいぜ。この借りは必ず返す。やめとけ。恥を重ねるだけだ。屈辱絶対に忘れない。ま、せいぜい頑張りな。あばよ。誰だ。それはこっちのセリフだ。まったく、この大会には雑魚しかいねえのか。何がおかしい。グランプリレーサーってのは実力もないくせに威勢だけはいいんだな。な
んだと。本当のこと言われて頭にきたか。遅いやつは遅いやつ同士、かえって仲良くレースしてた方がいいんじゃないのか。ここはお前らが勝てるような場所じゃないぜ。チビが言うことだけは一人前だな。世界グランプリに出てるやつが全員仲良しこよしのアマチャンレーサーだとでも思ってんのか。お前は違うとでも言いたげだな。知りたきゃレースで確かめるんだな。いいさ、てめえみてえな世間知らずのチビは獲物にちょうどいいぜ。ほう、世界グランプリに出てるやつなんて全員ふぬけのレーサーばっかかと思ったけど、どうやらそうでもないみたいだな。今さら泣いて許してくれって言っても遅いぜ。冗談だろ、どっちにしても同じことだ。お前らの実力なんてたかが知れてるぜ。負けて泣くのはお前の方さ。面白え、死ぬほど後悔させてやるぜ。能書きはいいからさっさと来い。実力の違いを教えてやる。どうした？実力の違いを教えてくれるんじゃなかったのか？くそ。やっぱりてめえも雑魚か。もう少し楽しませてくれるかと思ったんだがな。そんな程度の走りしかできねえ奴らしかこの島にはいねえのか？まったく、期待外れもいいとこだぜ。ま、いいさ。こんなレベルの大会なら、いつまでいてもしょうがねえ。さっさと優勝決めて終わりにしちまうぜ。言いたいことがあるなら言ってみな。忘れるな。次は必ず仕留めて。負け犬らしいセリフだな。アバよ。